ガブリエル・デルマンは、カナダ出身のフィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピック。2018年ピョンチャン。オリンピックカナダ代表。2015年カナダ選手権優勝。2017年世界選手権3位。2017年4大陸選手権2位。ピョンチャンオリンピック団体選金メダル。4歳でスケートを始める。2012から2013シーズン。 ジュニアグランプリシリーズに出場。カナダ選手権はシニアクラスに初出場で銀メダルを獲得した。世界ジュニア選手権では6位に入った。2013から2014シーズン、ジュニアグランプリシリーズのバルティック杯で銅メダルを獲得。カナダ選手権では2年連続の2位でソチオリンピックの代表に決定した。初出場の世界選手権では13位だった。 2014から2015シーズン、シニアクラスへ移行こう。スケートカナダオータムクラシックで国際大会初優勝。グランプリシリーズにも参戦した。カナダ選手権では初優勝した。世界選手権は前年より大きく順位を下げ21位に終わった。シーズン終了後、長年指導を受けたアンドレベレジンゼフト・インはズセフの元を離れた。 トロントに練習拠点を移し、リー・バーケルとブライアン・オーサーにコーチを変更した。2015から2016シーズン、カナダ選手権では3位のケイトリンオズモンドを0.12位の僅差でかわし、銀メダルを獲得。4大陸選手権は怪我のために欠場した。2016から2017シーズン、ネーベルホルンハイで3位に入り、GP シリーズでは、 スケートアメリカで SP、FS どもに4位。総合でも4位となり GP シリーズの自己最高順位を更新した。続くフランス杯では SP で自己ベストを大きく更新し72.70を獲得、自身初の70点超えを果たし2位につけた。しかし、FS でジャンプが乱れ6位でトータル4位と惜しくも表彰台を逃した。 カナダ選手権ではオズモンドに敗れるも前年に続き銀メダルを獲得。二度目の挑戦となった四大陸選手権はパーソナルベストを更新し銀メダルを獲得。世界選手権では銅メダルを獲得しカナダの女子選手としてジョアニー・ロシェット以来8年ぶりに表彰台に立った。また2位のオズモンドと共にカナダの女子フィギュアスケート史上初のダブル表彰台の 会挙を達成し、ピョンチャンオリンピック及び2018年世界選手権の出場枠3の獲得に貢献した。2017から2018シーズン、初戦の ISU チャレンジャーシリーズのフィンランディア杯では、転倒が相次ぎ6位。GP シリーズにおいて、中国杯では SP1 位で躍進を期待されるも、FS では7位と沈み総合6位。 スケートアメリカでも総合6位に終わる。カナダ選手権では SP、FS ともにミスのない完璧な演技で3年ぶりの優勝を果たし、ピョンチャンオリンピックの代表に決まった。ピョンチャンオリンピックでは団体戦の FS に出場し、カナダの金メダルに貢献した。しかし女子シングルでは FS のミスが相次ぎ15位、その後の世界選手権も7位でシーズンを終えた。 2018から2019シーズン、初戦の ISU チャレンジャーシリーズの US クラシックでは6位。競技後に数々の病気を発症し年内の競技は棄権し、休養に入る。カナダ選手権では SP1 位で折り返し復活をアピールするも、FS では3度の転倒で8位と崩れ総合5位となったものの、実績から世界選手権への派遣が決定。 世界選手権では、総合11位となるも、23位のアレーヌ・シャルトランと合わせて27ポイントだったために、かろうじて来期のカナダ選手団の2枠は死守した。アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。コンビネーションジャンプは 3t プラス 3t、3リットル z プラス 3t、2a プラス 3t などを成功させている。特に 3t プラス 3t は速度、 高さ、幅、流れすべてが高水準であり、2016から2017、シーズンは 3t プラス 3t を飛んだほぼ、すべて試合の sp、fs とも全員が5へ満点である、プラス3をつけるほどである。ダイナミックな演技が特徴の選手であり、それを活かした選曲が多い。ガブリエル・デイルマン、ジュリアン・ロサギンチャーリー・ビラド・ウィズ・ドロー・フロム2016。 ISU4 コンティネンツフィギュアスケーティングチャンピオンシップス2枠の条件は上位2人で28ポイント。FS に進出し16位以下の順位の場合は16ポイントで計算。パリ同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が最終結果となった。男女シングル SP 団体2位、総合団体1位インジュリー、フリー、ベイルマンアイズ。 ナショナルタイトル、ありがとうございます。